せせせせせせつけいやあ、せつのけいすけだよ。よっしゃ、今回も冴えない荒野を目指す楽園の僕やっていきたいと思います。前回第1話が終わって、第1話が終わってこれ第2話が解放されました。というわけで今回はこっからやっていきたいと思います。右の下でね、ジョイフルは至高ですって言われている。俺ファミレスそんなに関係よくわからんけど、よっしゃ行きます。第2話こっから始まるんだ。この物語はフィクションですって。ああ、ゲーム作りに戻ってきたんだ。ゲームの話から始まるんだ、毎回毎回。酒場を出ると、あたりは薄暗くなりつつあった。僕は思いっきり深呼吸をしてみる。街の匂い。どこかで焼いているパンや、夕飯の買い物をしている主婦の声。僕の大好きな街。この街で悪いことを企んでいる人がいるというのなら放ってはおけない。そう思うと気合が入る。さあ、目的の石を探しに行くぞ。そう言って足を進めた直後だった。おい。え？お前に用があるんだよ。ナイフ。ところでこれ時系列的には、第1話の冒頭よりもだいぶ前らしいけどさ、まずこのゲームのさ、説明してくれんかったらさ、これ見せられてもさ、どういうことって言うしかならんけんさ。ちょっとそこまでついてきな。確かこいつさ、名前岩尾だったな。こいつだけなぜかな、日本風の名前だったのな、岩尾っていう。確か。いやだね、ナンプならもうちょっとスマートにやり方があっただろうに、自分の顔に自信を持っているタイプの人間。そんなのじゃねえよ。って、危ない危ない。結構この人、アホみたいだけど、さすがに簡単にはいかないか。わかったよ、こうさんこうさん。あっちの路地に入ればいいんだね。おう。やれやれ。で、ここで何をしようっていうの？もしかして何？え？スキペなこと？痴漢？え？え？わいせつ行為？やめて、そういうのやめて。違う。ああ、お前。まさか、僕にいたずらをしようと、僕にひどいことするつもりね、エッチな本みたいに。ちょっと待って。俺がアドリブで入れたネタをもう一回やり直すのやめて。せっかく、さ、痴漢とかわいせつ行為の話を持っていった、そんで違うの流れにしたのにさ、もう一回同じようなことを言い出すのやめて。もう一回さ、ネタ掘り返すのやめて。あと BGM。絶対この後さ、シリアス展開にならなそうな感じの BGM。エッチな本みたいに。そうなんだ、お姉ちゃん。って、違うわ、おっと。ノリツッコミのノリとツッコミの間が結構空きましたね。そのせいでこの女の子も、え、本当にみたいな顔になっとったっけ、今。せっかくアドリブしたのにさ。せっかくアドリブしてのにさ、またやり直すというね。俺は何のためにアドリブをしたのかよくわからんような状態。滑ったけど、オタク結構ノリいいね。え？そう？本当かな？お笑い芸人になれるかな？うんうん。てやー！ついでに足元もお留守だったよ。くそ！俺としたことく、え、なんか、シルエットがサザエさんみたいになったぞ、お前。この男が突然シルエットがサザエさんみたいになったけど。で、目的は何？まさか本当に僕の体目当てってわけじゃないでしょ？うん、それはない。そんな、あんまり大きくなさそうな胸がわかるような体型。俺はそこまで好きじゃないぞ。ショートヘアは好きだけどな。滑ったけどって言われとるし。黙れ。んなわけあるか。こっちは可愛い男の子なんだぞ。可愛い？はん、君みたいな白いやつが可愛いだなんて笑っちゃうね。なんだと？この緑。言ったな、お前。それを言ったら戦争だろうが。戦争、沸点低いな。緑って。やーい、緑。植木鉢でも埋まってろ。この白ピクミン、ああ、その冒険、ここで初めてできたんじゃ。もやし、白ごぼう、うさぎ。うさぎってどっちかって言ったら可愛いってイメージで褒め言葉な気がするけど。おわ、うまっ！おまうさ？うまい、絶対、泣かす。後半、小学生の暴言みたいになったじゃないか、お前。こっちの方から声が来たぞ。なんだ、なんだ？
余計な邪魔が入りそうだな。いいか、この剣から手を引くんだぞ。振りじゃないからな。振りかな？振りかけかな？違うって。ああ、もう。とにかく関わるなって言ってるの。はっ。あ？面白いバグだったから、つい読み込んでしまった。どこがバグだった？え、どこがバグだった今。あーやっぱおっぱいでかい今。あれ？もう一人女の人が出てくる。何気にちゃんとしたオープニング初めて見たけどね、パート3にしてようやく。ゲーム作ってみない？ああ、第1話のラストで。ああ、やっぱり。やっぱりこのさ、このウィンクとともにさ、これみんな見て、これここ見て、このはよしろ。あれ、ウィンクがないな。画面消したらウィンク出てこんのか。これさ、ウィンクするたびにさ、ウィンクするたびに胸が揺れるところさ、これいいよね。作り込みがわかるよ、このゲーム作者さん。男をたぶらかす気満々な感じがしてさ、いいよね。コメントを読もう。若干おねえってどの、何に対して若干おねえってコメントしたんじゃ。ぬろぬらさんは、わからん、わからんぞ、俺は。とにかく前回のさ、ラスト、どっから始まるところやな、これ。そうなればな、そういう反応になればな。ゲーム。ゲームってあのテレビゲームとかエロゲーム。なぜゲームってできて二つ目にエロゲーが出てくる、お前。テレビゲームが出てくるあたりはまだいいけど、エロゲーが出るあたりそれなりにやってるね。同じところに突っ込んできたね。少しは。本当に少しか。そうじゃなくて。そういうのを作るのって難しいんじゃ。最近は RPG 作るって言って、専門の知識がなくても作れるソフトがあるぞ、少年。だってゲームだぜ。そりゃエロゲーとかゲームを作るアニメとかで見たことはあるけどさ、原画担当ってやつだろ。自分がそれをゲームを一から。無理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 。出た。すっごい弱気なディオが出てきた。無理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 。やっぱりどう考えても無理だって。はい。君はなぜ無理だと思うんだい？哲学？なぜってそりゃ。知識がない。ある程度は教えてあげられるわよ。え、手取り足取りですか？え、二人三脚で？わあ、なんか愛情が芽生えそうですね。それに最初は誰だって素人よ。そうだよな。経験積まなきゃレベルアップはないのよ。うん、言われてみればそうだ。でもなぁ、最初はスライムでもいいから叩いてレベル上げってね。絵が下手くそだ。趣味の範囲に範疇による暇つぶしでしか絵を描いたことがないんだ。そんな俺がうまいわけがない。ピクシー部とか見ているとうまい人たちが大勢いるのことを俺は知っている。だから、じゃあなぜスカウトした？これというのは自分がさっき書いたポップのことだ。だったら。でもそれがどうしたっていうの？あ？それがどうしたって聞いてるの。だって。いい？はい。私たちがやろうとしているのは商業のゲームじゃないの。
でもゲームって。そうよ、ゲームと言っても普通のゲームじゃない、フリーゲームを作ろうって話なのよ。フリーゲーム。なぜブリーチみたいに。やめろ、ブリーチで予想外のことが起きたような反応するなお前。ネットとかで無料で配信されてるゲームなんだけれど、最近だったら結構有名なジャンルになってきております。エロゲーの体験版とかじゃないんですよね。そうね、フリーゲームとは言っても最近じゃ範囲が広すぎて、ジャンルがたくさんありますからね。一般が作ったものから企業が作ったものまでとたくさんあったりするし、うん、無料でやれるゲームって言い方も何か誤解を招きそうだし、ちょっと困っている声も可愛い。頭を抱えるさくらさん、もしかしてあれはどうだろう。そういえば中学の時の友達だったやつに RPG を作ったやつがいて、それを遊んだことならあります。ほう、どんなゲーム。主人公は超絶イケメンで。もうそこからなんか妄想が入ってきてる気がするんやけど。仲間の魔法使い、かっこ男ブサイクに低層を狙って。なんか嫌な設定だ。ちょっとこれ以上聞きたくないけど、ゲームの進行上仕方ないんで聞いていきます。やらない。ある日。やっぱり良い、悪い予感がした。悪い予感がした。悪い予感がした通りでさ、悪い言葉が聞こえてきた気がするけど、俺今のを聞かなかったことにしよう。ポカーンってなってる。さくらさんポカーンってなってるやん。優勝してたくさんいる。主人公は低層を守れるのかっていうゲームでした。わあ、ある意味すごいゲームやな。やめろこのやらないかの文字の羅列と。反応に困る。負けたら射精みたいなのが出て画面が真っ白になってゲロンパ、多分ゲームオーバーのことだと思うと表示される最悪の RPG でした。最悪だな確かに。R なんぼやねんこれ。これを中学生で、中学の頃に作ったその友達はどんな頭の構造をしているんだ。まあそのゲームをもっといろんな人にやってもらいたい。そこでネットで無料配信していろんな人にやってもらおうというのがフリーゲーム。ああってことはその中学時代の友人でさ、そのゲームをもっといろんな人にやってもらいたいって言うて非公開しとんだろうかな。やめてほしいな。楽しそうかっこ棒。うん、いやな。いや、もしかしたら実況動画としても、もしかしたら知名度上がるかもしれんけどな。ああ。略してフリーゲーってわけよ。それを友達にリア友にやらすって。名称はこの際どうだっていいわ。とにかく、上を見たらキリがない世界ではあるけれど、誰でも自由にいつでも飛び込めるの。それがフリーゲームの一つの、まあ、いいとこでもある。やろうと思えば。飛び込むことも可能なのよ。はあ、で、どうよ、やる気ない。どうって、いきなり言われたってなって状態だろうな。悩む。みんなだってそうだろう。ちなみに私は君と一緒に作ってみたいと思うよ。え、それ遠回しに付き合ってくださいってこと。え、あー、そういうことはストレートに言ってよ、さくらさん。そういうセリフはいろんな人に言ったんでしょ。ああ、そうかもしれない。この美人で巨乳なチャンネルだぞ。そういういろんな人にいろいろ声をかけて、もしかしたら俺は第4希望かもしれない。ドラフトだったら結構下位のかもしれない。もしかしたらもう指名終わりな球団が出ている頃かもしれない。ちょっと胸がドキッとした。童貞だからね主人公。くそ、そこでそのセリフは反則だ。いやあ、せめてそんなことないよってごまかすぐらいのことをしてほしかったね。普通にバレた言っちゃったよ。まあ、内情をバラすとね。はい。今、うちのサークル、絵師がいないんだわ。はあ、要するに何人か声かけてダメだったから、まあ、困ってたってところに救世主として主人公が出てきたって感じか。いないって、突然と消えたみたいな。ホラーじゃねえよ。いない！見事なチョップが俺の脳天に落ちる。なんかね、学生の人だったんだけれど、この間
間の長期のお休みの時に北海道にツーリングに行ったらしくって、はい、北海道路上をバイクで走っている時にキタキツネを避けようとして転んでしまって、はい、両足右手骨折したって言われてさ。ああ、キーボード打つだけなら左でもできるからチャットすることはできるけど絵は無理だから抜けさせてもらうって。はあ、それはなんというかいや、さすがにそれを 100% 信じることはしないよそう、でもそこまでの理由を言うくらいなら仕方ないなって気分にならね。ああ確かにそれが嘘だったとしても許せるような気がしますね。ああ。今うちのサークルは絵師枯渇のピンチを迎えておるのだよ、明智くん。なぜ明智くんになった俺。ふうとなぜか自慢げに胸を張る。さくらさん、あ、その胸を張る状態のおっぱいのボイーな感じを見せてほしかったな。そのさ、そのいう親指、あの人差し指と親指立ってた状態のえっへんみたいな体勢以外の体勢を見てみたいな。誰が明智くんだ。しかし、おっぱいがこれ以上ないくらい自己主張していて、目の、いい目の保養になる。うん、そうだね。主人公みんな、そう思うよね、これ。これ、画面みんなセリフ取ってあげたぞ、お前。見て、これ。みんな見て、これ。目を焼き付くな。前回のパートでもそれなりに強調してたけど、目を焼き付くな。もう満足か、みんな。いくよ、次。おっぱいがこれ以上ないぐらいじ、これは読んだな。ブルンバスト、最上級のおっぱいへの賛辞、ブルンバスト。ちょいとゲスくないかい？いや、結構結構定期生放送のノリってこんな感じです。何気にこれまで定期生放送やってきたゲームってさ、だいたい巨人キャラが出てきて、巨人キャラが出てきたらこういうテンションになります。いや、ノベルゲームのフリーゲームってさ、結構こういう巨人キャラが出てきてさ、もうゲーム自体がこういうさ、おっぱいを強調してくるようなところが多かったけんさ、それをやってたら俺はこうなるよねって話。それでも正直、自分はこれまで創作活動などやったことがない。人と集まって何かをやるなんて、中高生の時ですら面倒がってたほどである。そんな俺に、誘ってくれた人がいて、ダメでクズな俺に、必要だと言ってくれる人がいてくれて。少年の絵。下手だって自分は言ってるけど、私は好きだよ。え、お世辞にもうまくないって言ったくせに？好みの作品でマイナーキャラの投げたりしてるけど、絵の線は死んでないし、これは正真正銘の生きた絵なのよ。そりゃあダメ出ししたら流行のキャラを選ばないセンスも悪いし、やっぱり下手だって言える。結構ダメ出しがピンポイントですね。やめろ、さくら、それは俺に聞く。でもね、少年の愛が詰まってる。愛が詰まってるってことは、書き手の好きってのが前面に押し出されてて、ただ純粋に愛だけでキャラを描きましたって思いが伝わるのよ。そうだよ、何事を始めるのにも必ず好きって言葉が始まり最初に出てくるもんなんだよ。わかるか、みんな。にっこり笑ってそれだけと言うと、軟骨唐揚げを食い始める。いいセリフだったけれど、最後でちょっと台無しだ。俺でいいんですか。ところで、その軟骨唐揚げの肉は、肉の栄養はどうしてもおっぱいに行くんですか。あ、なんでもないです。続けてください。ストップ。なんだいきなりストップって、お前。そこまで言った俺をさくらさんは軟骨唐揚げを食べながら静止する。食べ終わるまで待てって言いたいのか、お前は。で、じゃない。私は、が、なの。そして、私はあなたが欲しいの。ここだけ聞いとったらなんか告白に聞こえるな。なんか、みんなこれまでのことを忘れてこっから始めてほしいな、頭の中で。自分を安売りするのは良くないぜ、ボーイ。ボーイ、かわいいな。真剣な目で見つめるさくらさん。ここまで言われて男だったら覚悟を決める気はないでしょう。わかりました、やります。似合いで終わるさくらさん。オーケー少年。
生まれ変わりおめでとう。生まれ変わりありがとう。よしこさん、君はたった今、今日この時をもってただの一般人ではなくフリーの絵師である一般人になった。結局一般人かい。それさ、レベルアップしてるのかな。おお、レベルアップしたっていう実感が湧かない言われ方だな。給料はない、賞賛も浴びれないかもしれない、そういった魔窟に飛び込んだかわいそうな少年よ。それがタイトルにあった荒野だよ。クオ・バディス、どちらへ行かれるのですか。俺は必要としてくれるあなたのところへ。オッケー、この状況的にいいセリフがあるわね。どういうセリフ。そう言うと彼女は立ち上がり、右手を差し出し微笑む。堕落する準備はオッケー。それはとても甘みな誘惑で、天使のような悪魔の笑顔に。悪魔と相乗りする勇気はある。そう答えると俺はその手を受け取った。ああ、悪魔といってもこんなおっぱいの大きい美人なお姉さんの悪魔だったらホイホイとついていく。魂を取られたとしてもホイホイついていく。ところでまだ俺の頼んだやつ来ませんね。現実に戻るな、いきなりお前。牛でも捕まえるところからやってるんじゃね。そんなバカな。一方バックヤードの方では、これいる？いや、けどですね、先輩、あのテーブルだけなんか異様な雰囲気が出てる。あ、カンビって読むんだよこれ。アマミって読んでたけどカンビって読むんだ、ごめんなさいね。今の通り全然漢字スキルないんで、そこらへん許してください。それ使い方間違ってますから。いらないな、絶対これいらないな今のシーン。走るのは少年、流れ落ちるのは汗、過ぎていくのは時間、聞こえるのは蝉の声。節目の日はとある夏の日が読めきれない、不思議な少女。とある夏のボーイミーツガールな、半年間気づいてるけれど、こっそりと僕をストーカーしていた生徒会長が話しかけてきた。私のお父さんを殺したのはあなた。お前お前、悪人と変人とヒーローの話、フリーム出て公開中。次の日の夜、大学入って一人暮らしを始めて早数年。とは言っても駅から3つほど離れたところに実家があって、たまに弟が遊びにやってくるのだがな。だいぶ今の生活が慣れてきて、かっこゴミで埋め尽くされている部屋。ははははは、自堕落してんなあお前。片付けは今度時間がある時でもやろう。さて。完全なクズとへと変貌している。電子タバコを口にくわえて椅子に座る。電子タバコはいいぞ。やめろ、ガルパンはいいぞみたいな感じで言うんじゃないわ。蒸気の煙だから部屋にやにつかないし、暇が潰せるからな。ほら見てごらんと。なんだ、輪っかを使って、それをさらにもう一個作った輪を通す。通称、知恵の輪を使って遊ぶ。おっと、遊んでる場合じゃなかった。さくらさんから PC あるならこれをインストールしておいてと言われ、紙に書かれたアドレスのところにあるソフトをインストールする。結構長いな。って、容量足りない！テラ単位の PC だぜ。それが容量食いすぎるって。エロギを20本ばかり入れっぱなしだったわ。いや、少しって言おうとや、お前。やっぱ、そんなに入れとで、やりすぎだろ、お前。せめて2、3本ぐらいにしといてさ、それ以上やるなら、何かアンインストールするぐらいに勢いだろ、お前。20本積みゲー、かっこエロゲーばっかって、ガチエロゲーマーやないか、お前。エロスのゴングやないか、お前。もう使わないエロゲーは消しておくか。これと、あれと、おっと、これはどういうゲームだったっけ。あ、これ
片付けばっかして結局本題全然やらないタイプの人間だね。 よくあるやつだね。し、あの、試験が近いから勉強しようとか言う途端にさ、 いつも先、掃除をし始めるタイプのやつ。どうした？ふう、すっきりした。あ、掃除って、お前掃除って体の中の掃除をしたんじゃないの？ある意味いやらしい意味で。丸めたゴミはちゃんと捨てないとね。これで空きができてからインストールできるはず。よっしゃー、じゃあインストールしてっと。しかりインストールしているが、これは一体何なのだろうか。さくらさんは普通にゲーム制作で必要なものだと言ってたけど。ゲーム制作で必要なものか。へ、ゲーム制作か。もうアニメとかで見るあんなのかな。荒野目指したりとか、白い箱がどうだらとかのやつとか。白い箱は関係ないか。白箱やないか、それ。アニメ制作会中の話のやつやないか、お前。とは言ったが、ああ。具体的に何をしたらいいんだ。絵を描くのはいいとしても、何を描くのだろうか。やはり、ゲームといったら、学園もの？ヒロインがいて、モデモデの主人公とか、そんなゲーム？パン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 パーン！ベタベタ、めっちゃベタベタ、かわいいけど。恥ずかしがらないでいいんだぜ、ベイビー。もうそので自分で代用しています。 かわいそうな男の子みたいな感じになってる。はい。す？こんなに広いって嫌だー！ダーン。梅酢につけたやつなんて最高だね。なんで怒鳴る？それに思い切り乗っている。アウチェーン！なのその響き方。声の響き方なんなんそれ。そうっすね。て、おい！いかん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 い
脳の構造をどうにかしてほしいでござる。若しくはって読むかこれ。もしくはか。もしくは。ラノベ並みのバリバリ中二病な作品？いいぜ。王のこの右手に封じられた魔王の血がお前の幻想を打ち砕いてやる。みたいな。くらえメギド。なんで読むんだこれ。枯れ岸って書いて、なんで読むんだお前。漢字は苦手だと言ってるだろうが。何々は見えたかよ。ああ。資料として我が中国の時に黒い書に記した我が禁断の文献が目覚める時が来ちゃったり。うわーうわー、すげえなおい。おいダメージがあらましいぜ。昔の俺を喜ぶこの準備はすごい威力だ。こりゃ楽しみだぜ。何変なことで盛り上がっているのだ。お、インストールが終わったな。中二病をこれ以上掘り返さんようにパソコンの方が気遣ってインストール終わらせてくれとるやないかも。さーて、一体何が？シーボーズ？あ、これがさ、あの、チャットの時の、動物のキャラクターのチャットのやつか。ウードラの、あれ？とりあえずログインアドレスとか打ち込んでいく。メアドとパスワードは私もそんなに漢字読めないので分かりません。よかった、俺以外には読めない人がいてよかった。親近感を覚えます。これで登録よし。それで今日、今度はアバター？ふむふむ、どうやらチャット機能に使うアバターというものがあるのか。じゃあ、お、これいいな。これをこうして、できた。今日からネットでの俺の分身は君だー。でーでーでー。あ、こういう感じでカエルができたんじゃ。なんでカエルかって、好きなんだアマガエルってだけの話で特に意味はない。別にいいぞ、好きってだけでキャラクター選んで。さて、ログインしてみるか。動いてる、俺の俺が動いてる。俺の俺って聞いたらなんかいやらしい意味に聞こえるな。次は
決まった部屋が割り当てられてるって言ってたから、その場所を。あった。POE? ポエ。これだったよな。じゃ、入ってみますか。こんばんは。どうも、最初の、チャットの最初というものは緊張するな。って、誰もいないのか。さくらさんもこの時間に入るって言ってたのに。もしかして入る場所を間違えた？いや、そんなわけないよな。こんばんは、誰だお前は。って、これを見たことある。第1話で見たことある。どちら様でしょうか。わ、いたのか。ってところで、今回はこの辺で終わりとさせていただこう、時間の都合上。けどようやくさ、このなんだろう、ゲーム制作グループのな発足っていうのが見えてきた気がする。うん、こっからいろんな出会いがあって、あの第1話の時みたいな、あの話の流れになってくるって、そういう話なんだろうな。とりあえずようやくさ、導入のところが終わって序盤が始まったっていう、ようやくいい感じの始め方で終わります。あー、もっとさくらりょうこさんのおっぱいが見たかったなーっていう人は、また過去の動画とか、今回の録画の分はですね、多分次の木曜あたりにアップすると思うんで、編集してアップすると思うんで、またよろしくお願いします。というわけで皆さん、今回もここまで、ご視聴いただきありがとうございました。週上げ。